おはようございまーす。チレット申しまーす。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。PS5 って、マジでもう2年3年経つんですよ。ほら、みんなが騒いでた時期からですよ。浸透しなさすぎじゃない。いや、僕思うんですよ。浸透してなさすぎじゃないですか。ね、昔は家庭用ゲーム機っていうのは一家に一台みたいなあったじゃないですか。Wii とか、一家に一台とか。そういう風潮あったじゃないですか。PS5 って一家に一台の風潮全然なくないですか。まあ、どうなんだろう。なんか、めちゃくちゃ高性能でね、いろんなゲームがあるんだけど、ソフトもそんなに見たことない PS5 で発売って。逆に PS5 で発売するソフトが、例えばさ、モンハンとかさ、発売されてしまうとさ、また、あれかもしれないけど、そもそも母数がないんだよね。どこ行っても売り切れとかさ、入荷未定とかさ。メルカリいいよってんだけどね。本日のチームは一つコンセプトがございます。はい、山賊の脳の聖だって鋼の鎧というね、まあ、まるで始めたての戦士のような、ね、格好をしております。お供はですね、アンクルホーンとガーゴイルです。こちらどちらも技が変化しますね。はい。特技が4つっていうのは目をつむっていただいてなんですけど、今回はですね、スターティングキットのパーティーです。そもそもスターティングキットって何ぞやと言われる方も多いんで、先に言っちゃいますと、モンバトでやっぱやってた時に、稼働時にデパートに売ってたんですよ。デュエルマスターズとかでもよくあるさ。デュエルマスターズでもあるんじゃないですか。拡張なんかもう元々構成されてるデッキみたいな。それのモンバト版ですよね。うん。構築済みデッキみたいなもんですよね。なら、それをフルに使うと、もういきなりね、いきなり痛い。いきなり開始早々強烈な当たりです。走ー、こっちも行くぜ、オラー。なんで、構築済みデッキみたいなもんですよ。お値段なんと500円ぐらいなんで、本当に安価だった。6枚入りなんですよ。カード6枚入りで、500円。そう、だから、普通にお得なんだよね。始める人。あ、さあ、第3の技、真空切りを振っていけ、いくぜ、はい、1、2、3、4、はい、微妙。うん、すっげえ微妙。店長の真空切り。さあ、山賊の。まあ、この時代は、まあ、レアカード構築が何一つない状態だったんですけど、まあ、一つね、スターティングキットのいいところがあるんですよ。500円で買えるスターティングキットなんですけど、何がいいかって、付属にスペシャルカードが付いてるんですね。そして、この戦士の場合、ギガゾード!これは強いよ!だって、500円の価値あるよ。500円でさ、もうギガソードが入ってさ、ある程度の装備が整ってすぐに戦えるっていうのはさ、もうこれ以上ない利点じゃないですか?まあ、言っちゃえば。ただね、まあちょっとね、この時代はあんまりなんかモンスターがあれかな。まあ、ただ問題は別にこのモンスターたちって別に、終わった!このモンスターたちも別に弱いわけじゃないからね。ね。こうやって呪文攻撃に属性攻撃。ああ、いいね、いいね、いいね。ね、攻撃面はね、属性攻撃に打撃攻撃、呪文攻撃とね、特技攻撃、全部揃ってます、一応。一応ね、形だけ言うんだったら全部揃ってます。なので、さあ、カブト割りでこれ決めるか?うん、別に、決して弱いわけでも、ない!ああ、ああ、ああ、まあいいでしょう。よかろう。よかろう、よかろう、よかろう。まあよかろうなのだ。そう。で、スターティングキットっていろいろ公式がね、多分考えたんだなと。なぜかって言いますと、こちらです。そうです。必殺技も打てます。だから第3の技で、技が変わるモンスターは必ず相性がいいよっていうね、ことを教えるとともに、必殺技も打つことができるっていう、意外と攻撃面?そう、攻撃面においてだったら、かなり、基礎を学びやすいパーティーですね。さあ、最後は風神切り大回転!斬撃!そう考えるとハイスペックにまとまってるよな。いやでもね、やっぱ攻撃面においては本物だと思う。うん。まあ、ちょっとガーゴイルがバニマが変化してしまうのがね、ちょっともったいないなって感はありますね。
アンクルホーンはね、もともと高い力の105があるから。いいんだけど。ホーントレイン打ってもいいんだけど。おまあまあ、見た瞬間からそうだとは思ったけどさ、お前らもかい。ノックアウト拳3つ発動するノックアウトですね。向こうも必殺を使えるということを教えに来ました。いいんだよ、そういうの。なんで手出てきたんだよ。まあ出てくるだろうな。向こうも必殺技使えるよと。この3体で、おっと生徒の盾が息をしていく。さあ、第3の技いけ、真空切り。店長頑張れ、力低いけどな、お前は。おーっと、ひどいな、こりゃ。ダメージがひどい。ひどいよ、お前。さあ、烈風山、サークレット、いいねー、強い、素直に強い。ホーントレイン、発進、せーの、オギ。さあ、このターンでできれば決めたいところでございますが、ギガソードのご用紙を。いや、普通に強いよな。これ500円だよ。アンクルホーンもガーゴイルもね、2で出たモンスターかつ、ギガソードがついていて、まあ、ある程度の、まあ、武器、防具、盾が揃ってるっていうのはね、でかいよ。個人的にね、確か買ってたはず。うんうん。普通に買ってたと思う。さあ、あとはコンスタントに当てるだけで勝ちです。レップさん、はい、あ、コンスタントにやってなくな、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 なったぞ。大丈夫か。さあ、全体攻撃をこすっていく。いけ、真空切り、コンスタントにやってなくなったね、急に。大丈夫か本当に。このターンに決まるのか。え、バギまで決まるべ。言うて、アンクルホーンバギまで決まる。アンクルホーンは賢さも力も高いからね。うん。それ以外は、ちょっとあれだけど。え、でもこうやってね、公式のチームを使うっていうのもまた一強と思いましてね、今回は使っておりますが。外してるよ。さあ、決めてくれ、アンクル。ここで本当に当たんのか、ホーントレイン、せーの、うわー、外したなんか違うとどめ打っちゃった気がするんですけど、気のせいです。気のせいです。皆さんは何を見ていない。見てない。お、いいねー、続くぜ、この動画。まさかまさかだけどな、それはそれで。悪の化身。ワンといえば、そう、このお方、竜王人間体。いや、相手としてはだいぶかもれる相手ですね、これ。ぶっちゃけ言うと。なんでかって、竜王人間体って風に弱いんですよ。で、このチームっていうのは属性攻撃を使うことはできるっちゃ、できるんですけど、まあ、風に変調してるんですよね。やめるじゃない。へい、カモン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 。ああ、いいね。急にカモンカモンしてきたけど。風に弱いんで、で、こっちは風に変調してるんですよ。属性攻撃は打てるよって言っても。ねえ、まあ、風が効くからね、すごい出るね。さあ、真空切りもね、風の入った属性攻撃なんで。行くぜ、行くぜ、よいしょ、素晴らしい。で、烈風山にした、しなかったのは、まあ、必殺技出ちゃうからですね。必殺技はちょっとさすがに魔王戦で振る必要はないんで。OK! いいね、いいダメージ出てるね。まあね、ここでドラゴン切りすれば、ね、削り勝ちすらできるんじゃないかと思うぐらいですね。竜王人間体は。あ、ベギラゴンだ、やべえ。このパーティーの欠点は一つ。攻撃面に問題はなし。耐久面に難あり。ああ耐久面に難ありすぎ。それは難ありすぎだわ。さもあり難。さもあり難と言ったところでしょうか。耐久面に関しては。ちょっと耐久面脆すぎるな。スターティング戦士キット。大魔王にね、挑むことができるのか。え、挑めると思うけどね、普通に。普通にね、相性が発動してるし、まあ、全員攻撃技っていうのは分かりやすいからね。補助技持ってるとややこしくなっちゃうけど、全員一応攻撃技ではあるからな。じゃあいきますね。さあ、スターティングキットの戦士のつばぜれです。いや、まあ、スターティングといっても腕前はね、こっちの腕前はプロよ。あれ、プロのつばぜれだ。自分で動揺しちゃったわ。何がプロやねん。プロとかプロじゃないのもいつらの問題でしょ。
さあ、架空突き、物理攻撃です。風は入ってません。なんか真空ギルフは出るんだよね。まあ威力も高いし。まあガーゴイルは頑張ってね、力低い中頑張っておりますよ、本当に。バギマで400ってのがやばい。まあアンクルホーンはね、2の、1だったかな ?2 の一緒だったかな ?800 分の1だったんですよ。確かアンクルホーン。アンクルホーンって800分の1で、で、初めからそのロットコレクションに出たから、結構なレアモンとして扱われてたから、だからみんな希少価値高かったんだよね。そのアンクルホーンが600円まあノーマルコレクションになっちゃうんだけど、600円で手に入るって、多分結構売れたんじゃないかなと思うよ、本当に。いや、スタッフがね、やっぱね、分かってるって感じ。OK! スタッフが、顧客のことを分かっているとか、ゲームシステムを分かってるっていうのはね、やっぱいいことなんだなと。ね。あの、僕は別に何が言いたいかってわけじゃないですよ。でもね、公式がちゃんと割とこのゲームを考えてくれてるっていう時期だったんだなと。しみじみと思います。しじみ。いけライアンというわけで本来のとどめはこちらでございます。いくぞライアン任せなさい私一人で十分だミナデインにライアンの魔力はね、カスみたいなもんだから。ミナデインすんのにライアンとトルネコの魔力みたいなカスだったもんなんだからさ。なんでライアンのこと言ってんだよ。多分ホイミンなんだよ、頑張ってんな。よし、よくやったいや、打点もまだしっかり取れていいパーティーだと思うよ。ただこのチームを使ったことは多分過去の動画にないんじゃねえかな。あ、使った人は見たことはある。ちょっと困惑せざるを得ないやつが出てきたな。スターティングキットすぎない相手がスターティングキットすぎる件についてですが。いやー、まさかこのデータでさ、挑むと思わなかったよね。白目竜王。白目竜王なんてあれよ。お前、あれよ。森連で勝てるのよ。簡単に。森連でいとも簡単に勝てる存在ですよ、あなた。煽りに煽っております。さあ、チラさん。ね、チラ選手、相手を煽っております。煽るとね。ねえ、こっち戦士99でさ、スターティングキットというまとまったチームなんだよ、こっちは。ね、そんなからさ、白、ね、このデータでさ、出てくるもん相手じゃないでしょ。ね。竜王なんざ、白目竜王だよ。森連で勝てるよ。スライム一つ目より炎の選手で勝てるんだよ。さあ、チラ選手、煽っております。敵を煽っております。黄色。さあ、黄色最大。黄色最大っていく。さすがそこはね、煽るだけのことある。さあ、行ってこい勝てるかよっしゃー終わりよ。もう、こうなったら勝ちよ。スターティングキット。スターティングキットとかスターティングキットじゃないの問題だよ、これ。で、耐久力も3000ある HP なら強引に耐えてくれるでしょう。まあ、ちょっととどめを早めに打つぐらいの余裕はあるかなと。5ターン目に鉄カードをされるの嫌なんで、やっぱり。4ターン目の終わり具合に打って、耐久にはね、3000ある、膨大 HP をね、まあ、ザックバランに使って、それで多分まあ勝てるとは思います。外れたんだけどね。頼むよ。普通に当てればいけるはず。OK! いいよ。素直に当てていけば勝てる。煉獄の火炎か。まあ、ガーゴイルが炎に強いから、そこまでではないんじゃない?まあ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 。アンクルホーンは普通のダメージを食らったな。本当に。本当に普通のダメージを食らったな、アンクルホーンに至っては。さあ、格付けいけ!ほら!格付けをするとさ、ガーゴイルの力のなさがさ、目に見えるんやけど。まあまあまあ、このターンに勇気貯めて、もうなんだったらこのターンリーサルですよ。相手としては不服なんだが、僕は。スターティングキットに対して、あー、ダメ、それ、1000個いるかも。ヤッホー
1000超えますね。はい、余裕で1000超えました。ガーゴイルはちょっとね、大魔王戦に分が悪いんだよね。俺も使ってたけどさ、普通に使っとったよ。ガーゴイル好きだから。ま、これでリーサルよ。スターティングキットね、やっぱあれだね。普通に攻めることに関しては何にも考えなくていいね。攻めが優秀だからな。いけないやん。任せなさい、私に任せなさい。私がミラレインのマリクロ8割を補ってみせよう。ふーん。さあ、ライアンをアップにしときます。ちょっとライアンアップにしときますね、編集で。ライアンいけ、ライアンのミラレインだ。私がマリクロ8割を補う。原作やってないのは分かりますけど、ライアンの MP はゼロですからね。もう攻撃か道具しかできないですからね。その道具を使うことはできる。うん。だから FC 版はマジで攻撃しかしなかった。うん、分かりやすくてよかったんだけど。さあ、スターティングキットね、見事に勝利を収めたな。ちょっと相手としては物足りないんじゃないかい。ちょっと強い手呼んでこうか。ちょっと強い相手と戦いたいよね。呼んでくるわ。あのナイトリッチ出すのやめてもらっていいですか。まず装備から負けてるで。うおー、そしてゾンビ出てきたね。ちょっと待って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 、これはあまりにもかわいそうじゃないかい。スターティングキットチーム戦士のこの弱い点は、あの当たり前なんですけど、向こうもご用紙だった時だって3397ですよ、向こうのチリは。てか、これはあんまりじゃない。いや、これはあんまりだよ。だってさ、こっちまだ2の発売された当初のチームだよ。なんだよ、これ。格差がすごい。さあ、ね、皆さん、インフレという言葉を聞いたことはありますか。そう、インフレ。まさにこれはインフレを象徴した戦いになります。クラミの元気。ちょっと。ちょっとガーゴイル。そうなんですよ。このパーティーって実は暗黒に弱いんですよね。暗黒に対して耐性を持ってるやつがいないんですよ。鋼の鎧をつけることで暗黒呪文にも良くなっちゃうんですよね。なんで、大魔王戦実は向いてないみたいなとこあります。で、まあ主人公以外、打撃に硬いやつもいないんで、まあ通るわけですよ、物理攻撃が。弱点をね、明確についてくるパーティーを用意しました、なので。明確すぎるんだよな。鋼の鎧とガーゴイルのせいで暗黒呪文に弱くなっちゃってるんで、大魔王の呪文も暗黒含んでるんですよ、大体が。避けられるんだけど。ちょっと避けられるんだけど、まるで勝てる気がせんぞ、これ。これまるでいける気がせんぞ。ちょっと待ってくれって。待てって。ちょっと、結構じゃないか、お前ら、それは。ちょっと待てって、普通にゴリ押し型のチームひどいよこれ。インフレって言葉を知ってるかい。ね、ナイトリッチャー2の最終期、DLC 影の騎士。これはあんまりだわ。なんかないか。ガードされとる。ちょっとカスみたいなダメージは出えへんし、ガードはされとるし、ドルマは確定命中やし、弱点2体おるし。おい、嘘やろ。ちょっと待って、やばいって。ドルマで300打点。で、王者の剣技も一番悪いとこに行くとアンクル砲なんだよな。でもガーゴイルも結構やばいよ。うわぁ。きつい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 。なんじゃこれは。大差がついとる。頑張れ。フォントレインにはね、相手を止める効果もあります、一応。もちろん止めません、そんなものは存在しなかった。ちょっとどうすりゃいいの。何、どうすりゃ勝てんのこれ。何これ。ちょっと、いや、必殺技や。こうなったら必殺技や。必殺技でなんとか持ってくしかないな。強引にな。ガーゴイルが避けないわけではないんで、でもドルマ避けないか。ドルマは避けるわけがないか。もう、欠陥ですね、このチーム。一気に、おっと、最後の抵抗、いけ、最後の抵抗だ、これ。完全に。最後のあがきを見せます。絶対これなら避けられまい。必殺技。真空吸空剣技。風神切り、斧プラス、風二つ。行くぜー、大回転。
斬撃。どう？守備力が下がった。どうや、おお、どうや、おお、え、おっと、相手の攻撃、ドルマ、やめろ、避けろ。まあ、これはあんまりやったな。